ここは無限に広がる大宇宙。の埼玉県蓮香で最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発おしんこあつあつあっあっ。しかし父ちゃんがいない里帰りをしたらじいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくてママの幼馴染のところにお邪魔するんだから二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの一週間九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うっ、という間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。ヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇の町。ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。へえ。ふう、なかなかだな。やりますね。の美人の若奥様。何、私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもただなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では、記念撮影を。おう、じゃあ、お言葉に甘えて。はい、チーズ。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、ほら、どこにいたんだっけ。しんちゃん、何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。
素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの？少し使ってみないと、まだなんだかわからない感じだし。くそ、また我が輩の発明の素晴らしさがわからん連中に声をかけてしまった。すぐに奴らはこの圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。キッ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 。加速で旅に出たのさ、渡り鳥と星の海、とても暑い夏の日に空が映る水たまり、ひまわり笑い声と日焼け跡でもね、行き先知らない、ほうき星真昼の月、悲しいことを思い出したら涙出るけど、あの水どこにあった、着いた野原家の面々。ところが駅前がちょっとした騒ぎになっていたのです。どうしたんですか？どうやらここの遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。ふふね、遺跡から骨が出るのはよくあることなんじゃない？いえいえ、それがなんと恐竜の骨みたいなんです。恐竜？ここに古墳時代の遺跡があるんです。その人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。こんにちは、お世話になります。ひろしさんもお久しぶり。しんちゃんとひまちゃんは初めましてだね。うへい、ほら、しんのすけ、お相手ひろしが古くからどっかりお世話になっています。こちらはよよこお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。
いわば竹馬の友。竹馬、竹馬。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ななこちゃん、大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさやお姉さん、お久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育ちって言うからね。寝る子はお猿。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃん。よろしくね、モンキー。ウキーウキー。悪いわね、わざわざ来てもらって。いいのよ、竹馬の友を助けに来たんだから。ありがとう、頼りにしてるよ、竹馬の友。今週は急に手伝いが来れなくなったでしょ。手紙の写真に写ってたイケメン。あの写真は1号さん、うちで働いてるのは3号くん。で、忘れてた、こっちで影が薄いのがうちのお父さん。よろしくお願いします。ようこそ。こんな娘たちだから気を使わず、自分の家と同じように過ごしていってください。キャップは小さな新聞社やってるの。裏に建物があるよ。おじさん、ケチャップ。ケチャップじゃなくてギャップ。新聞の記事をまとめる仕事なの。デスクとか社長とかいろいろ言ってたんだけど、なぜかキャップで定着しちゃった。そういえば、ここはなんで日の山食堂なんですか。それは簡単、うちの名字が日の山だから。ちなみに、でもそれはもう全面的に忘れていいから。ずっとキャップだし、キャップ。ひどい言い方だな。うちの娘たち本当に口が悪いでしょう。はい、あ、いや、そんなことは。キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。それを邪魔されない限り、あとは私たちのやりたい放題。おいおい、そんなことはないぞ。というわけで、野原家の皆さん、どうぞよろしく。シロもよろしくね。あっあっ。へへい。